処罰の道は、HBO のファンタジードラマシリーズである、ゲームオブスローンズの第3章、戦乱の嵐全編マイナスの第3話である。プロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと DB ・ワイスによって、原作、タイトルは、主人に背こうとした奴隷が、見せしめとして、貼り付けにされ、飾られる道の名に由来する。大倉大臣となった、ティリオンは巨額の負債に気づく。 メリサンドルは王の血を求めてドラゴンストーンを出る。アスタポアでデナーリスはドラゴン一頭と巨星兵の穢れなき軍団を交換する取引をする。ロックは傲慢に振る舞うジェイミーの右手を切り落とす。タイウィン、ダニスター校は商標議会を開く。ジェイミーの居場所をが情報機関の頭であるバリス校には答えられない。 次にタイウインコーはロブスタークの味方を減らすためピーター・ベイリッシュをアリンの谷間に送りヨーシュ・ロビンの母ライサ・アリンと結婚させる計画を発表する大倉大臣のベイリッシュの後任には息子のティリオンを指名するベイリッシュはティリオンに財政の帳簿を引き渡し大倉大臣の職務に関する助言をするティリオンはブラックウォーターの戦いで命を救ってくれた例として オドリック・ペインに三人の勝負をあてがう。後にティリオンは帳簿を調べ、ベイリッシュ公がタイウィンから多額のブレーボスの鉄の銀行からはさらに多額の借財をしていることを知る。期限までに返済しなければ、鉄の銀行は敵方に融資することになるかもしれない。シオングレイ・ジョイは総除府の少年に束縛を解かれて馬を与えられ、東に向かえば姉のヤーラに会えると言われる。 夜道集まで逃げるが、追跡者たちに追いつかれ、落馬させられる。暴行される寸前に掃除婦の少年が、追跡者たちを殺し、シオンを救う。メリサンドルが、光の王が示すであろう、未知の場所に向かって、船で立とうとするとき、スタニス、バラシオンは自分を見捨てるつもりかとなじる。レンリーと同様に魔法でロブを殺すことを願うが、メリサンドルは、 スタニスの力が弱まっているために無理だという。メリサンドルは魔法を使うにはスタニスと同じような血を引く誰かが必要だという。デナーリスの前でジョラー・モーモントとバリスタン・セルミーはウェスタロスに帰還するためにはどのような兵士が必要なのか対立する意見を述べる。バリスタンは忠実な自由民の兵士を望み、ジョラーは統制の取れた穢れなき軍団を押す。デナーリスは アスタポアの奴隷商人クラズニスに対して、8000人の、汚れなき軍団の兵士と、訓練中の少年たちの全員を買い取るという。クラズニスが、デナーリスにはそれだけの金がないだろうというと、ジョラーとバリスタンの反対を無視して、ドラゴンの一頭と交換するという。クラズニスは、最大のドラゴンを要求し、デナーリスは承知する。デナーリスは通訳の奴隷ミスサンデーを贈り物として、 処望し、彼女を連れて立ち去る。マンスレーダーに率いられた野人の軍は最初の人々の拳につき、斬首された馬がホワイトウォーカーによって渦の形に並べられた光景を見つける。ジョン・スノーは、オレルが見たという、メイオルの森との死体がないことに気づく。マンスは、死人は、王者になったのだと言い,い、巨人殺しのトアマンドに、ジョンと20人を率いて壁を乗り越え、 火の合図に合わせて壁の南側から攻撃しろという。ジョンが役に立たなければ壁から投げ落としてもいいという。メイヨルの森との生き残りはクラスターの砦にたどり着いて屋根の下に避難所を求め、クラスターはしぶしぶと受け入れる。クラスターに悲慢をあざけられた。サムウェル・ターリーは外に出て、ジリが男の子を産むところを目撃する。リバーランのホスタータリー公は、 家族と旗あるじによって、川で、船そにされる。息子のエドミワはヒアを船に命中させられないが、ホスターの弟のブリンデンが一死で当ててみせ、囚人の前でエドミワに恥をかかせる。後に、ロブスタークとの会議で、エドミワは、命令に背いて、グレガー・クレゲインを攻撃し、罠にかける作戦を台無しにしたことを非難される。キャトリンはおじブリンデンと悲しみを分かち合い、 タリサ王妃は、チカロに、捕虜のラニスター家の少年たちを訪ね、傷の手当てをする。サンダー・クレゲインは、旗印のない兄弟団に、ニ入マ者で連れ去られ、アリアとジェンドリーは、宿屋に残って、台所で働くというホットパイに別れを告げる。ロックとその部下は、ジェイミー・ラニスターとブライエニーを護送する。途中、ブライエニーが、ジェイミーの剣の腕を批判し、二人は口論となる。 ジェイミーは男たちがブライエニーを交換するだろうと言い、抵抗すれば殺されるだろうと言う。だが同時に自分がブライエニーの立場なら殺された方がましだとも言う。夜、男たちがブライエニーを交換しようとする。ジェイミーはブライエニーの富裕な父親が娘を無傷で返せば身の白金を支払うだろうとロックを説得し、交換をやめさせる。 さらに自分を父親に返せば、黄金と地位がもらえると言って、ロックを買収しようとする。ロックは怒りを隠し買収されたふりをするが、木の切り株の上にジェイミーを押さえつけ、父親なしでは無力だとあざ洗う。そして、ジェイミーの右手を切り落とす。原作第3部、剣嵐の第一の、第15、16、18、20、22、24、28、 32、34、36章に基づいて、プロデューサーでもあるデイビッド・ベニオフと D.B. ワイスが、脚本を書いた。さらに、シオンの戦うシーン、ティリオンがポドリックを、売春宿に連れてくるシーン、メリサンドルが、ドラゴンストーンを離れるシーンなどを過失した。売春宿のシーンで、ティリオンは最後に紹介したが、ミーーの結び目を実演できる世界で4人だけの人で、 あると主張する。これは、第5部の原作、リュートの舞踏を書いている時に、原作者のジョージ・ R ・ R ・マーティンが直面した、構造的な問題を読んだ内話のジョークであり、もちろん、伝説のゴルディアスの結び目にちなんでいる。同書では、視点人物のいない場所での出来事を読者に知らせながら、時間軸と因果関係を守りつつ、多くの登場人物がミーリーンに同時に、 現れるようにしなければならなかった。2005年から2011年にかけて、マーティンはこのミーリー人の結び目を解くことに苦心し、同書の出版が遅れた主要な原因となった。本エピソードは、二人の脚本家のチームによって、監督されたが、全米監督協会の規則に従って、デイビッド・ベニオフだけがクレジットされた。ベニオフと DB ・ワイスのどちらも、これが、最初の監督経験であった。 リバーラン城周辺のシーンに使われた風景室内シーンはベリファスト近郊のスタジオで撮られ屋外シーンは北アイルランドの各地で撮影された。ジョン・スノーのストーリーラインはアイスランドでデナーリス・ターガリエンのストーリーラインはモロッコの都市エッサウィラで撮影された。ロックのタイの男たちが歌う熊と美貌の乙女が初めて聴かれる。ラミン・ジャバディに作られたこの曲は ウェスタロスの貴族にも平民にも人気のある歌で、原作小説ではしばしば歌われる。初回放送は470万人が視聴して、最高記録となり、同夜の再放送を含めると580万人が視聴した。2013年度、プライムタイムエミー賞一生賞シ,シリーズ部門にノミネートされた。ヒバード、ジェームズ、ゲームオブスローンズ。 セッツレーティングスレコードフォーレーテストエピソードエンターテイメントウィークリー2013年4月16日閲覧ありがとうございます。